さあ、なんか変なホールがやってきた。はい、難しいです ね。ちょっと難しい。どこなんかドライバーで打つと突き抜けちゃう。どこにターゲットを。あのフェードじゃん。来てる、あの一番高くなってる木あるじゃないですか、うんうん、あの方向かな。こう打つの、やっぱりちょっとフェードで打ちたいけど、うん、でもそれでちょっと左行ってもラフのとこまで250弱だから、うん、キャリーでは向こうに行く、左の林に行くことはないから、うん、多分大丈夫。行けるとこあるのかな。それで見てみよう。あー、ちょっと左行っちゃった。これパー4なの？パー4です。そんな長くはない。そんな長くないんだね。前にさ、会った時にさ、がっしりしたって自分で、昔私実は痩せてたんですよっていうのを教えてくれてですね、どうやってその体型を作ったのかっていう。めっちゃ細かったよね。はい、本当に細かった。もうびっくりするぐらい。マッチ棒ってゴルフやってることつないでで言われてましたね。とにかく食べたんだよね。食べましたね。めちゃくちゃね。でもちょっと食べ始めるの遅かったですね。え、なんか多分やっぱり小5とか小6って身長結構、うんうん、女の子って成長男の子より早いじゃないですか、うん、で多分そんくらいの時にもっと食べとけば身長もうちょっと伸びたかなって思います。あ、でも身長やっぱもうちょっと欲しかったの。欲しかったです。へー、そんくらい欲しかった。何センチですか。私でも66。あ、そんくらい欲しかったです。あ、そう、はい、でもなんかゴルフってなんか別にそんなに、うん、まあでも小さい人もね、やっぱ宮里愛さんとかその高くなくても活躍してますけど。してるよ。なさちゃんはちなみにそんな高くない。なさちゃんは私よりほんのちょっと小さいくらいです。でもやっぱこう世界でね戦っていけるわけだから。でもやっぱり高ければ、まあ、有利じゃないですかね。やっぱりレクシー・トンプソンとか、最近調子ネリー・コルダっていうアメリカ人、両方アメリカ人ですけど、結構180ぐらいあるんで。180もあんの？くらいあると思います。そう、やっぱ飛ぶよね。飛びますね。アイアンで200ヤードとか今日朝見てたら、アイアンで200ヤード、はい、行くらしいです。まあでも静香ちゃんも4番やで190打てたけどね。いやいやいや、そんなに大したことない。トレーニングしてるの、ちなみに。はい、あ、してるんだ、はい、結構なやつ、筋トレ。うん、なんか体幹トレーニングとか、あと走ったりとか、うんうんうん、そんな感じですね。うん、なんかティーショットがダメですね。152のライが悪い。半分ショットぐらいの気持ち。こうだでしょ。こうは右に行くのかな。届かないかな。あ、届いた。かなり番手を上げた。1個番手を上げまして、ちょっとこうフェードじゃないけどあんま突っ込まないようにその場でピュッて。さあ、鈴鹿ちゃん見晴らしのいいとこまで来てるね。乗りました。ラフのこう私もよくなるんだけど、まあでも鈴鹿ちゃんとは違うな。私も手前からフェイス面がおかしくなってるのよ。うん、手前かぶって入っちゃう感じですか。そうか、うん、なんかこうなっちゃう。余計にラフに入った瞬間にあーみたいな、うん、負けちゃう。なんかラフってこう、なんか鈴鹿ちゃんとかってさ、きっとボールのさとこから前じゃん打つの。はい、そうですね。そこも分かんないんだよね。手前から入っちゃう感じ。でもやっぱりラフとかはパワーがあればあるほど有利だと思います。やっぱ男子とか
いりますね。あやっぱ男の人ってラフ、まあ相当深いラフはやっぱ難しいですけど、うん、今とかのラフだったら女子はあの6番ヤンとか打ったら止まんないけど、うんうん、男子だったらやっぱ上から入るから、うんうん、高い球でポンって止まるじゃないですか、うん、止まる。そういうのは多分パワーは大事だと思いますね。やっぱスピンとかはそういうのじゃないとコントロールできないから、ラフからだと特にラフからだとパワーが必要、うん、じゃあいっぱい食べよう。すごいスパイクマークが。大ジャンプ、すごい。木も使う、木も使ってセミラフ、ファーストカットかな。なんかやっぱさ、こことここでだいぶ全然私の中で気持ちが違う。いや私は違いますよ。本当、うん、みんなそうだと思う。全然超ラッキー。入れたいです。100切ったのとか覚えてる？もちろん切っちゃった。覚えてない。いや、すぐではないですよ。すぐではない。でも最初はさ、レディースティーとかでやってたの。はい、そうです。へえ。なんか最初メンバーコースで、うんうん、最初青でやったのが5年生の終わりぐらい、小5？はい、うんうん。まあ、その青すごい長いわけじゃない、こんな長くないんですけど、でも小5ぐらいかな、青でやり始めたのは。バックティーってこと？はい、そうです。小学生でじゃあバックティーでやり始めたってこと？はい。でも100切ったのしか覚えてないんですよね。いつだったんだろう。現時点のベストスコアはいくつなの？はい、今はスコア的には65なんですけど、うんうん、6アンダーです。だから今66って書いてます。あ、そういうこと。なんかパー71とかだったってこと？はい、そうです。その時はそうで、でそあの結構短いコースだったんで。なるほど。はい、時に一番やっちゃいけないのは、向こう下ってるからってびっくりして手前に落ちちゃうこと。24分しっかり振る。24分、24分。いやー早い。あ、止まる。全然でっかかった。20。いやでも今落ちたの20ぐらいですよ。そうですよね。つまり15ぐらいしか打っちゃダメってことですね。クラブの入り方でもうちょっと球は上がるんで、もうちょっと止まるようになると思います。もうちょっと高い球の方が良かったかな。ちょっとしたことですよ多分。でも本当？いや弱くない、全然。ちょっと弱い。あのなんか早いの見ちゃったから。
良い。よいしょ。もう使い慣れてるよ。すずかちゃんがカメラマンやってくれてます。そこはラフなんだよね。GoPro ビデオストップ。おお。よいしょ。バンカー方向ではないけど。なんかさ、左に振るのが怖くなるときってさ、はい、どうしたらこっちですか？そう。なんか、はっってなっちゃう。ああ、そしたら。もう思いっきりフィニッシュだけ意識するとか。うん、フィニッシュだけ、ね、うん、なんかプロみんな見るとさ、まあ、なんかこの辺にあるじゃん。あ、そうですね。なんでも決めずに振り切ることですね。はい、臭いね。じゃない？よいしょ。ここが降りてくるときにちょっとこうだから、まだもうちょっとこっちに。こっちに下ろしたいの？うん、なんて言うんだろう、まだ脇が締まりきってないから。やっぱり飛ぶのって脇が締めるのすごい大事なんですよ。あの多分男子プロとかアリアジトのガンとか。すごい。なんかもう見たら分かると思うんですけど、もうラスティンとかも、みたいな。そう。あの、うんうん、ブルックスケプカとかもすごいんですよ、ここが。うんうん、それはできるようになりたいなと思う。脇を締める、はい、ちょっとトップ行き過ぎてる。まだだな。難しいなゴルフは。まだまだだとスイングを改造しておりますよ、うん、みんなね、あれがないんだよね、満足が。まだまだ、ね、もっとバンカー入っちゃったかな。ちょっと短めだから A で行こうかな。急だったから意識したらさ、ああなるよね。なんだろうねゴルフって。よし39って込めたら、さあバンカー越えのアプローチ。バンカー越え、これはもうやっぱ高さ出していく感じですか？いやでも普通にあのカラーからピンまでの距離が結構あるんで、うんうん、普通にピッチエンドランで。ピッチエンドラン、はい、上げてちょっと転がす。おお。58度。はい。ラフ分かな。おー、うまい。行け、もっと行け。ナイスアウト。はい。あー、惜しい。ボギしたね。はい、ごめんなさい。すいません。2バーディー。でもちょっと難易度良かったですね。なんか久しぶりにアンカーの距離が入った気がする。久しぶりにアンカーの距離、はい、あ、もう最近だったんですか？
じゃあ午前中終了となります、はい、ではご飯食べましょう。お腹空いたので。めっちゃ空いたよね。ご飯はそうだね。後半もっとね、技術的に聞いていきたいと思います。はい、待ってると思うんで、スピンのかけ方とか、はい。